今日、鳥取県庁で出馬会見を開いたのは IT エンジニアで漁師の山本明子さん42歳です。選挙では農林水産のののの振興や子育育て、教育の支援のほかか自身の経験を生かし I.T. の活用や鹿やイノシシなどによる獣害への対策を訴えていく考えです。補欠選挙には無所属で出馬する予定ですが、自民党の推薦を受けています。この選挙をめぐっては、連合鳥取の職員吉田正志さん65歳が立憲民主党などの推薦を受け無所属無所属での立候補を表明。 さらに、元鳥取市議の玉木雄一さん、46歳が日本維新の会の公認を受け、立候補を表明しています。のすこのほか、共産党が候補者の擁立を目指しているほか、無所属の男性が出馬を検討しています。